Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日は各紙世論調査を行って発表しておりますけども、はい、続落していますね。そうですね。もう最低ラインと維持、もしくは最低さらに更新という感じですよね。はい、それは、はい、もうこれは田村さんしょうがないですよね。しょうがないというか当たり前というか。そうですね。問題行こう。はい。そうそう。特にこの今起きているそのいわゆる政治資金パーティーの問題とかね、はい、疑惑というかそのこれねやっぱり政治と金の問題っていうのはやっぱり国民は常に厳しい上にね。はい。今タイミングがやっぱりその本当にこの物価高とかね。ええ。それから、まあ、増税をするんじゃないかとかですね、そういうそのお金と非常にこう厳しい状態でみんなその国民生活が向き合ってますから、はい、そこへ来てやっぱりこんなことやってたのっていうのは余計にやっぱり僕来てると思うんですね。腹立たしいですよね。そうそう、うん、ちょうど土曜日にね、私、東京の ローカルテレビで、はい、ちょっと出演して、そのまあ、この問題が、まあ、テーマになったんですけども、で割と若い人たちが見てくださってる番組なんですね。はいはい。で、そこでね、こう、アンケートを取るんですよ、視聴者アンケートみたいなの、番組の中でね。で、その岸田政権に、有料、か不可っていう大学 の成績みたいなのを、はい、アンケート取ったらね、U っていうのが、まあ、それでもあったかな、500ぐらいあって、量っていうのが100ぐらいあったかな、で、かっていうのもそれぐらいあったかな、で、不可がね、はい、1万1000あったんですよ。桁違い。そうそう、だから要するにもう約8割以上がもう不可で、特にその番組ってさっき言ったように若い人たちが見てる、つまりそういうその若い人たちだってすごく今ね、お金と向き合って大変な状況になっててね、一生懸命やってる、だからねこれやっぱりそういう世代からももうアウトなんだなっていうのが分かりますよね。そうですね。うん、はあ。で今後なんですけど、はい、まあ、予想通りというか私は魔の1ヶ月と表現してましたけど、臨時国会が終わって、そして次の通常国会が始まるのが来年の1月の終わりですよね。そうですね。うん、この1ヶ月にやっぱり検察はその、東京地検特捜部は勝負をかけてくるだろうと、というのは、国会開会中ってなかなか議員の捜査が難しいんでね、だから国会が閉まってるこの1ヶ月ぐらいに一気にこう来るだろうと、それと私が取材した感じではもう特捜部っていうのはもう準備を相当進めてきてるわけですよ、はい、で今年の7月にすでに派閥の政治資金の収支報告任意提出を求めてたり実はしてたらしくて、まあ、そんなこともあって、だからなんていうのかな、例えば会計責任者、安倍派の会計責任者から事情を聞いたとか、議員の秘書から話を聞いたとか、議員本人からの聴取もどうも始めているという情報がある、僕はちょっと裏取れてないんですが、こういうことを今やり始めたふうに見えるけど、もう万全の準備っていうか、はあ、もうやってきてるわけです。やっぱ捜査機関ってそうですよね。だから、うん、そういう意味ではね、一気におそらく臨時国会が終わったので今週ぐらいにね、そのトントントンとこう段階が進む、例えば議員でもそれなりの事務総長なり大物 そのいわゆる事情聴取とかですね、それから家宅捜索のようなものがですね、行われるんじゃないかというふうに、まあ、永田町で見られてますね。あとはそこで会計責任者と、うん、
はい、その所属している議員が、うん、共謀などが認められるのかどうかっていうところですよね。いや、そうなんです。だからね、これ大きく捜査の方向って2つあるなというふうに見た方がいいと思うんですね。で、1つはこれあのキックバック、つまりパーティー券たくさん売ったから、あのそれ戻してやるよって言って、それで、それをこっそりその裏金にしていたというね、はい、そのキックバックをしていたという問題と、もう一つはこの特に安倍派がね、もう一つはその安倍派が組織的にそのこの制度仕組みをずっとやってたんじゃないかっていう問題で、あの田畑さんおっしゃるように、そちらの方ではもちろん政治資金なんで会計責任者が、あの責任なんですけど、おっしゃるようにそこにつまり派閥として、もっと言うとその議員バッジをつけた事務総長とか、そういう人たち、国会議員がその直接その指示をして、よしって言って共謀してたんじゃない。だからそこまでその立件が及ぶかっていうね。そこですよね。うん、だからキックバックしてた個人の不記載の問題と、それから派閥としてこの仕組みを作ってたんじゃない。そうなるとここは事務総長とかそういう国会議員まで、行くんじゃないか。だからおっしゃる注目のはその候補者の方ですよね。そうですね。うんうん、だからこれはそう簡単にね、なかなかその立件するのは難しいということなんですが、一方でこの5年ぐらいの間にその辺のその資料っていうかね、はい、あの立件するためのそういうのももうすでに入手してるっていう話もあるのと、それと今回割とあの会計責任者が結構あのいろいろまあ、話をしてる、喋ってるんじゃないかって話もあってですね。だから、まあ、まあその辺が最大のポイントにはなりますよね。うん、あと、そうですね。うん、あとね、田畑さん、はい、もう一つはやっぱり岸田さんなんですよ。そのなんかね、なんてやっぱり遅いなって感じがしていて、はい、そのいつもの後手後手に回るじゃないですけど、一応その本人が派閥の会長を辞めるとかね、まあ、今更辞めるのって話だし、はい、それからその、まあ、要するに、自民党の中にそういう組織を立ち上げてその改革をするっていうんだけど、政治資金のね、でもこれもめどは1月をめどとか言ってるんですよね。なぜ年内にって言えないのかなと思うし、そうですね、だからやっぱりね、この辺が対応が遅いっていうのもその支持率が下がってる僕はあのなんて背景にあると思うんでね、これね、捜査次第、そして岸田さんの対応が遅れればもう年明けからこれいつ退陣するのなんていう話になっていく可能性もあるんでね、だからこれ非常に大きな山をもう迎えると思いますよ。ここで政治資金規正法を改正しますとか、例えば、まあ、自民党内を徹底的に調査しますとか、もう派閥辞めますとか、ある意味それぐらい踏み込んだ決断をできればこれ、ピンチをチャンスに変えられるんじゃないのかなとも思うんですけど、それはやっぱできないんですね。おっしゃる通りだと思いますよ。いや、田畑さんおっしゃる通りだから、今逆に言うと岸田さんにしてみればね、もう党解体はできないけど、それぐらいのつもりでやるっていうやっぱり姿勢を見せるればね、逆にそうなんですよ、ピンチがチャンスになるんだけど、それがなぜできないかでね、岸田派でもいろいろ言われてるわけですよ、このお金をそのごまかしてたんじゃないかっていうね、だからまあおそらく今の状況を見るとこれ人事で安倍派を一掃したりいろいろしてるけど、なんかこう頭を低くしてね、検察の捜査の様子を見ながらね、そして対応していく的ないつものなんていうかな、このなんとなく流れを見ながらゆっくりやっていくような風にしか見えないわけですよ。そうですね。だからもうそれはもう自分で自分の首を絞めるようなことになってますけど、だからそのおっしゃる通りそういうことができるかっていう、もうまあある種ラストチャンスと言ってもいいかもしれないけどね。そうですよね。そういう局面を迎えた。だからこの年末年始ってもう本当、大変なことになると思いますよ。議員さんだって地元帰るとね文句ばっかり言われてるみたいだからそうですよ、福岡の自民党議員もそうじゃないですか、戻ったら支援者に何やってんのって言われるわけでね、で若手の改革の声も出てきてないでしょ、昔は出てきたんだけど、だからもう自民党も非常に正念場だと思いますね。わかりました。はい、鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまでジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。樋口清則です。
僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。